日本海側では雪が降り続いています。これまでの積雪量とこれからの降雪の状況を予報センターの山口さんに解説していただきたいと思います。まだまだ冬型気圧配置明日にかけて続きまして積雪量がさらに増加をしていくものと見られます。はい、で現在の方雪の量をご覧いただきましょう。16時現在なんですけれども、今回の方雪はですね、いつもよく降る機会多いですね、新潟県などは、もちろんなんですけれども西日本の方、日本海側でも特に多くなっているというのが特徴になります。はい、例えばこちら滋賀県の彦根、40センチに16時現在になっているんですが、これ彦根市としてはですね、2018年1月以来、ほぼ4年ぶりの、積雪となっております。はい、その他京都府の舞鶴市で39センチですとか、はい、鳥取市でも24センチに達しております。でこの強い冬型気圧配置なんですけれども、この後も雪雲が流れ込みやすい状況が続きます。で特に短時間に強く降りそうなのがこの山陰地方の東部から、近畿の北部、そしてもう一つがこの東北の北部ですとか山形県なんですね。秋田県の付近には現在低気圧もあります。このように次から次へと強い雪雲が流れ込んで、積雪が短時間のうちに増加をするということが特徴といえます。はい、ですので急に強く降ってきますと道路に一気に積もってですね、また車の立ち往生などが発生するような可能性もあります。はい、この後予想される積雪量こちらになります。18時以降の24時間ですがこの黒く塗られているところですね、山形県や新潟県などの一部、またこちら福井県から滋賀県北部、そして鳥取東部から兵庫県北部、こういったところではまだ50センチ以上の雪が予想されます。さらには青森県から鳥取県の中部にかけてのエリアでも多いところでは30センチから50センチの雪になりそうでして、はい、沿岸部風も強く吹きますからね、大雪や吹雪に対して、警戒が広く必要となります。一部の雪雲は東北太平洋側ですとか、近畿や東海西部、こちらの方にも流れ込みまして、明日の朝は都市部でも雪の積もるところがあります。道路の凍結などに十分な注意が必要ですね。はい、このようにですね、広いエリアで積雪または路面凍結により夜路面状況の悪化が予想されています。皆さん気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからもご確認いただけます。ぜひご活用ください。